例外であるクローズスタンスをオープンスタンスより先にご紹介するのには理由があります。浜中流では初心者にはオープンスタンス、クローズスタンスにこだわることなく自由に打たせることから始めますが、その際自然に両方のスタンスを使い分けるように工夫しています。スタンスは意識させることなく、またどちらかに偏ることのないようにして意識を体の回転に集中させます。次の段階で回転をしっかりさせることを指導していくため、あえて例外であるクローズスタンスでのバックハンドの打法を練習します。浜中流ではクローズスタンスでのバックハンドによるショートランダの練習は、まず逆クロスのコースで練習します。逆クロスのコースでクローズスタンスで体全体を大きく回転することのコツをつかませることから始めます。その後にオープンスタンスでのバックハンドの打法を練習します。そうすることでオープンスタンスでの打法の際、体の回転を大きく使えると考えています。